養護院は、愛媛県松山市に所在する寺院である。三号は、青面山。宗派は、新言宗第五派。本尊は、青面金号。四国八十八箇所番外札所。花遍路第四番札所。風早四国第四十九番札所。第五十二番札所。別名、杖大師。戦国時代の a 六年間 a 十三年に、巡る原法院によって、 市内中世街に修験道場として開かれたと伝えられている。当地の祈祷寺となった。1920年現在の地に移転した。伝承では、江戸時代後期の文政8年8月25日、風早郡北条に住む亀次郎宅に修行像が宅発を買うた。妻が寸子を渡すと僧は大変喜んだ。その後も立ち寄り宿泊することな度に及んだ。 文政9年正月、亀次郎の夢枕に修行像が立ち、仏教の教えを説き、杖、念樹、草履など五品を置いていったと言われる。京都地釈院の明星法院はこの話を聞き、四国巡釈の際に亀次郎宅を訪ね詳しく話を聞き、法院は立ち寄った修行像こそ、工房大師であると確信し、二つの慈愛の杖として、 金治禁蘭の袋に収めて杖を当時に奉納した。以来、杖大使と呼ばれるようになった。ありがとうございます。